レセプションパーティーチャンネル、恵比寿ゴルフレンジャーズ。どうも。こんばんは。どうも。チャンネル名変わりました。はい。今回は、はい、ブリーフィングに続き、はい、デレン、アディダス。アディダスですよ。もうアディダスは友達です。友達ではない。もう、はい、友達ではない。いやもうこの日のためにね、おめかししてきましたから今日も。おめかししてね、はい、11で行きましたから今日も、はい、はいはい、もう許可は得てるということで、ちょっともうなんかね、照明もすごくて、はい、すごいっすね。人も結構いて、すごいっすね。噂によるとですね、はいはい、ちゃんと名前が通ってないと、はい、入れないらしい。入れないパーティー、はい、あ、もうそこまで来ましたか、うちも、はい、はい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 、なるほど。ということで今日はアディダスととですね、ちょっとあのロゴをちょっと、じゃ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 、ビームス&ウィンズ。ウィンズがちょっと分かんないです。ウィンズが、そうですね、僕も分かんないです。まあ内容的には、はい、アディダスとウィンズ、ビームスと、ゴルフダイジェストがコラボレーション。コラボレーション、はい、3社のコラボレーション、はいはい、ということでちょっと今日はでかいパーティーだそうで、はいはい、いっぱいご飯食べていこうと思います。食レポ頑張ります。食レポチャンネル、はい、じゃあちょっと潜入していきましょう。はい、ちょっと受付をクリアできるかどうか、まずちょっとチャレンジして、はい、受付チャレンジ、はい、うん、ここでこんばんは。名刺こちらにお名前。お名前でも大丈夫です。はい、はい、はい、削られない。あ、また俺画面越しで、はいはいはい、ちょっと知ってる方いてもわかんないんで、はい、そこはちょっとレポ、僕も気づいて、あ、知ってるって言って、多分それ以上でもそれ以下でもない、あので、ちょ、直撃するから。直撃します。直撃する。怖いな。無駄に知ってるって言わない方がいいし。早速、はい、捕まえました。再登場、はい、七重さんです。ありがとうございます。今日もう本当に、七重さんパワーで、今日七重さんパワーで。どうして来れたかっていうのが、ここでバラされる。なんとね、高田もうバラしちゃう。高田七重ちゃんが、ちょっと招待してくれたんですよ、僕らのこと。もうね、お顔が広いようで、もう本当に、さすがでございます。今日、お腹空かしてきたんで、今日も。はい。食べれるんだ。今日でも感謝のコラボ。そうですね、はい、あれもらいました、本。あ、これ、これですよ。これが丸々一冊、なんかアディダスのジャックしてる。あ、そうなんだ。そうなんです。じゃもう全部アディダス絡んでる。そうです、そうです。はあ。普通のゴルフダイジェスト、毎月出てるゴルフダイジェストとは別で、一冊で特別にこのアディダスバージョンが発売されます。あ、だそうです、はい、完璧です、はいはい、トークが完璧で、今このミニマイクが頑張って七重ちゃんの声を拾ってました。ということで、まあ、全て、アディダスのページになってるところも、アディダス関連され尽くしのゴルフ台です。そうです、絶対買ってください、はい、これは。で、七重さんこの前あのインスタで黄色いウェアを着てて、僕がちょっとメッセージで、対戦の時はイエロー対決で、あ、マジそうです、ね、あ、じゃあどっちが本当のイエローかみたいな、はい、はい、じゃあ負けたら僕はレギュラー、あ、レギュラー同士ですね。あの、何ていうの、レギュラー、何が本当のレギュラー、はい、そういうこと、そういうこと。してくれるの。絶対勝つ。今なんか僕らの都市民の代わりに、はい、七重ちゃん出てくる。はい、絶対勝ちます。もうズルしてでも勝ちます。じゃあ七重ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしく。じゃあ早速中見ていこうか。はい、行きましょう。行きましょう。ご飯までがっつり。しかもレストランで移動してくださいと。これはタダなんですか。僕今ドルしか持ってないですよ。ドル、はい、ドル、カジノ帰りなんで。なんかなんかでかいのあったらしいですね。いやいや、これ負けてますけどね。じゃあちょっと行ってみます。行ってみますか。あ、でももうすごい。もうアディダスと、あ、コラボなんですか。そうですね、完全に、はい、はい、じゃあ早速、はい、今回はなんかフィンガーフード系じゃなくてガチバイキングみたいな。そうですね、椎茸、椎茸をおしゃれにしたやつですね。椎茸がおしゃれになったやつですね、はい、いただきます。これはパエリアですかね。パエリアです、はい、だからあ、はいはい、え、あ、え、え、まみちゃん、たよちゃん、たよちゃん、どうも、あの、はい、エビスゴルフレンジャーの、はい、レッドって言うんですけど、さよちゃんもゴルフのインスタとかやってるんですよ。で、アイシングクッキーの先生やってて、うちの奥さんがこんなお世話になったんですよ。あ、はい、シミンと一緒に、そうなんです、アイシングク
プレゼントを、はい、バレンタインだと。そうなんですよ、バレンタイン旦那さんのために、はい、もらったんです。あ、先にそう、ドバッシー。あどうぞどうぞどうぞ、お久しぶりです。お久しぶりです。アンナちゃん、あの交流会ぶりですね。ゴルピタぶり、ゴルピタぶりです。お久しぶり。もうノーチです。もうオールスターっすね。オールスターっすね。オールスターっすね。これちょっとあのこのプロシュートと、はいはい、なんかおしゃれな感じのいただきます。分かってたでしょみたいなね。うまい、うまい、うまい、買ったんだ。うん、うまい、うまい。なんか礼儀正しくないと。これ何の日ですかこれ。美味しいご飯をただで食べる。で、色、あの、はい、腹ごしらえも終わったんで、はい、めっちゃ食いましたね。うまかったね、はい、めちゃくそうまかったですね。踊っちゃったしね、はい、踊っちゃったし踊ってきちゃいました。踊って食って飲んで今、やっと真面目な仕事に戻ります、はい、真面目なところに戻ります、はい、今回の、本命、はい、今日はもうアイダスの担当の方をつけてあの説明していただきます。じゃあな、森さんです。こんにちは、森と申します。よろしくお願いします。森さんです。で、今回その、ではどんな感じのコラボになってるのか、はい、みたいなのをアディダスと、はい、ビームスコラボ。あ、まずビームスさんのこの、まあ、ゴルフのストアの方で、はい、アディクロスと我々の、今年の19年の春夏から展開してる新しいラインなんですけど、それを一緒に、売っていただくっていう形なので、もちろんビームスさんとコラボの限定商品とかもあるんですけど、はい、こちらのアディクロスっていう、全く新しいコンセプトのラインは普通の一般でもご購入できますので、アリアスの公式オンラインストアとか、はい、でも買えます。なるほど。で、ここは、ビームスさんのアディクロスのブースになります。なるほど。じゃあ早速見ていきますか、アイテムを。アディクロスの、全体的なコンセプトとしましては、はい、一応ゴルフウェアなんですけど、はい、よく今海外とかですと、はい、ご存知か分かんないです、トップゴルフとかっていう、はい、ゴルフ練習場なんですけど、日本でいうとボーリングとかダーツとかビリヤードみたいに、はい、エンターテインメントゴルフっていうのがすごい流行ってるんですよ、はいはいはい。で、まあ、要は座席がボウリング場のソファーみたいなのがあって、はい、でカラオケの電目みたいなのがあって、そこで飲み物とか食べ物、お酒ももちろん、飲めて、ゴルフボールの中に、チップが入ってるので、まあ、打ってみんなでゲームみたいなのができる施設がいっぱいあって、なるほど。それに日本も、まあ、おそらく来るだろうということで、それに先駆けて、はあ、オンでもオフでも着れるゴルフウェアとして、このアディクロスっていうのがこのウェンズとウィーメンズで FW19 から展開してる。なるほど。やっぱりゴルフウェアって外で普通に着てたら、はい、あの人ゴルフのウェア着てるって、うんうん、分かっちゃうのがゴルフウェアだし、うん、まあ、もっと言うとシューズなんか、うん、確実にあの人ゴルフウェア外で入っちゃってる、はいはいはい、分かるようなものばっかりだと思うんですけど、はいはい、見てこれ普通にこれ見えるんですけど、シルエットはまあ、ファッショナブルにストリートでも着れるんですけど、うん、素材自体はスポーツウェアの素材を使っているので、通気したり伸びたりとか。なるほど。今日自分が履いてるジョガーパンツとかも普通のジョガーパンツに見えますけど、はい、もうビヨビヨに伸びるんで。本当だ、本当だ、おすまん、快適なんで、ゴルフもできますし、普段こうやって外で歩いてても、まあ、全然行けるスタイル。なるほど。で、まあ、コースもそのまま行けたりとか、はい、あとはまあアパレルによってはリバーシブルになってるんで、はあ、行きは中の格好で、ゴルフ時のは内側にやったりとか、はあ、アパレルも、まあ、例えばこれビーメンズを使う、メンズもあるんですけど、はい、中はフリースになってて、はいはい、でまあ、例えばこれ行きはこれフリースの方で、はい、可愛い感じで行って、はい、プレーする時はこっちの方のちょっとスポーツ暴風になって、はあ、まあ、スポーツに特化した、スタイルスタイルになって、プレーもできる、なんか進化してますね、ウェアもね、すごいですね。なんかもうすごいですね、もうほらすげえおしゃれなの、あのキャップとかね、可愛い帽子とかあるし、で、あえてロゴ使いとかもガツンとこの三角マークのアイダスの方を使わずに3ストライプス、こっちは、まあ、3本、3バーのアディクロスのロゴにしてるんで、で、まあ、遠なりすることによって、まあ、遠目で見たら、あの人何のアパレル着てんだろうみたいな、さりげなくアディダス、ちょっと覗かすような感じ。ただ素材とかはもうスポーツウェアとかでも使えるサンセータンのものを使ってるので、はいはい、気持ちいい、気持ちがいい、着やすいと。なるほど。ちょっとこれ渡されたんですけど、これレディースですよね。これレディース
すごい今ナチュラルにスッて渡してきましたよ。かぶれなくレディースですよね、これね、リーダー。これリーダー、これはまた上に乗っかっちゃうんですよね。もう、危ね、かぶると思ったのも可愛いですね。めちゃめちゃ可愛い。可愛いね。このモコモコ系で来られたのね。可愛い女の子。リーストライク。そう。ね。かぶったらね。ね。メンズの方かっこいいね、メンズで。メンズの方は、一般的にゴルジェ行くと、ジャケット着用お願いしますってありますけど、はいはい、まあ、それも、まあ、今までのちょっと、まあ、クラシックと言いますか、なるほど、おじさんっぽいものではなく、はいはい、ちょっとまあ T シャツの中に着て、はい、シックな感じで着こなそうっていうジャケットも用意してまして、はいはい、これもストレッチが効いて軽い素材を使ってるんで、もういちいちクリーニング出さなくてもいいですし、なるほど、洗濯機にも取り込んじゃっても乾かせばそのまま朝着てた、このフリース、はい、まあ、モコモコのやつが、はい、プレーンの時は裏返しにするとこういう風になる、あ、まあ、こういうスタイルになる、はい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 、で、まあ、ラウンド終わった後に、まあ、叩いちゃって悔しいんで、うんうん、練習場にそのまま行っちゃう、うんうん、まあ、練習場で来て もう全然行けるようなスタイルっていう、ストーリーができてるんですね。本当に都会のゴルファーに向けて作ったようなコンセプトなので、うんうん、いいですね。ちょっとワンポーズもらっていいですかね。私がトートバッグを開けます。はい、ありがとうございます。多分サムネになるこのジャケットに帽子って合うかな。そうですね。それね、俺結構ね重要なんだよ。まあ、このモデルさんがイエローが着るとバーン。いや、いいと思います。僕一番に持ってもらいました。あ、モデルさん、本物さんじゃないですか。モデルさんがモデルさん、本物の方じゃないですか。本物の方じゃない。本物の方が、本物いる、いるんかい。本物の人、本物の方に来てもらいましょうよ、これ。何ですか。典型的なマージャスらしいスニーカータイプのあれ。え、これゴルフシューズ。ゴルフシューズです。ちゃんとピョーン。はいはいはい、でこのゴムとかももちろんストリートとかで履いてもらいたいんで、コンクリートとかを歩いた想定で、まあ、摩耗がしにくいようなゴムになってるので、普通のゴルフシューズよりは、減らないです。完璧ですね。パーフェクトですね。一見ただのイボイボに見えるんですけど、これ触ってもらうと分かるんですけど、今にこれ高さ違うんですよ、横にやってもらうと。あ、本当だ。あ、ここ低いね。そうそうそう。コンクリートの上ではクッション性が高い、うんうん、でも芝生の上行くとこのイボイボの方が土と芝生より硬いんで、うん、イボイボの状態で芝生に当たるんで、うん、芝の上ではちゃんとグリップするっていう、うん、考えられたボコボコだと街を歩いた時は快適されてますね。こういうのね、あ、なんか好きそうじゃない。いや俺ね好きなんですよ。こういうデザイン好きだよね。好き。これちょっと近未来系ゴルファーですね、うん。いやこれめっちゃ良さそうだね。いい、欲しい俺。あ、これいい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 。70体目指せる。これもう72出ますね。72出ちょっと今までの、いやゴルフやってちょっとシャツいなきゃいけないんでしょとか、分かる、ベルトしなきゃいけないんでしょ、まあ、そういうのはもちろん私たちのパフォーマンスラインの方で、はい、もう世界のトッププロが着るようなウェアももちろん、それはもちろんシャツインとか、はいはい、ちゃんとしたもうツアープロみたいな格好ももちろんあるんですけど、まあ、そのまた新しいゴルフっていうのを開拓していかなきゃいけないので、はい、それがもうやっぱりアディダスのブランド力ですので、はい、まあ、どんどん新しいスタイルをしていこうかなっていうのが、いやもうこれだけでもうね、ビッグブランドがやっぱそうやって攻めてもらった方がで僕らもね攻めやすいんで、ね、そう、そうゴルフしやすくなるぜひ、そう楽しいゴルフウェアでね、で練習場とかでも来ていただいて、そうなんですよね、そうなんですよね、いいっすよね。ということで、はい、じゃあ今回シティ派に寄った新作アディダス、はい、はい、レポート森さんでした。森さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっといきなりなんですけど、はい、PR 担当に聞いてくれって言われたんで、はい、直接もうズバッとお願いしたいことがありました。何でしょう。うち今回1万人チャンネル登録者数いって、ちょっと80人規模のちょっとコンペやるんですよ。なるほど。そこで、あ、ちょっと何でもいいので、はい、ちょっと協賛をいただけたら協賛をいただけたら涼しいなぁ、ミスゴルフやっちゃこのビッグブランドにちょっと涼しく、ちょっとお願いを、はい、リーダーに行けと言われたんで、僕は、はい、パワープレイです。俺が言ってるみたいな。パワープレイです、はい。いや、本当に何でもいいので、何かいただけたらなぁ。ちっちゃい何かでもいいですか。
おっきい何かの方がいいですか。おっきい何かいけるんですか。おっきい何かいけたらね、うん、エビスもすげえなーなんつってね、そうですね、なりますよね、はい、おっきい何かどうですか。いいでしょう。おっきい何か手に入りました。おっきい何かは何かが分かんないけど、それが何かというのは、まあ、ゴルフといえばのキャディバッグアトリー。いやーマジですか。いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、うちのコンペはアディダスついてますよ。ぜひご参加ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ショップのデビューも終わり、はいはい、飯も食い、はい、そしたら、はい、エビスゴレンジャーといえば突撃異質女子、はい、じゃあ行きますか。はい、完璧です。